ビクトル・メルキオロビチ・クレスは、ロシアの政治家。ロシア連邦議会上院連邦委員大議員。1991年から2012年まで、トムスク州行政長官、知事を務めた。コストローマ州出身。両親は、ドイツ系。1971年、のボシビルスク農業大学を、卒業する。1987年、ソ連共産党、ペルボマイスコエチック第一初期。 1990年トムスク州ソビエト議長に選出される。1991年ソビエト連邦の崩壊後、ボリス・エリツィン大統領によってトムスク州行政長官に任命され、1995年には知事選挙に当選して、以後1999年、2003年、2007年まで4選されて、在任は17年に及んでいる。 2004年統一ロシアに入党した。2012年3月17日、ロシア連邦議会上院連邦委員議員、トムスク州選出連邦議会連邦委員代表に選出される。クレスには以下の著作がある。ぜー、ありがとうございます。